よかった。あなたが無事に戻ってきてくれて。それで、何があったの？予想外のことでも起きた？
安心して。あなたの内通工作は成功だから。正体はバレちゃったけど、価値のある情報を手に入れて無事に戻ってきてくれた。ここまで内通者としての素質があったなんて本当に驚いたよ。それにしても、まさか失神が邪道に染まるなんて。あなたは正しいことをしたの。儒家の王は力と生命を餌にして、失神のような善と有望な人に後戻りできない道を歩ませた。あなたが手に入れた情報はすごく役に立つ。ずっと敵の動向が分からなかったけど、この情報があれば新作譜もより的確な判断を下せる。これは今回の報酬だよ。受け取って。他に質問はある？この組織の現状について私たちは何も知らない。今まで数人の内通者を送り込んできたけど、あなたのように潜入できた人は多くない。外郭をうろつくのが精一杯だったの。新作府は今あることを明らかにしようとしてる。彼らは千年の時を経て蘇ったのか、それとも千年もの間水面下で密かに行動を続けていたのかをね。どっちにしても彼らが突然堂々と姿を現したこの数ヶ月、ずっと不安だったの。ううん、薬王秘伝の密書には私たちが広く潜伏してるように書かれてたけど、そして彼らの多くはあなたのように正体がバレた後に無事に戻ってくる実力も、それに内通者はあの薬王秘伝の丹薬を飲むわけにもいかない。つまりあなたみたいに組織の深部まで潜り込んで、あんな、この千住寺飛躍王救世品は薬王秘伝がどこからか書き写した芸書だよ。多分神卸しの時代の。でもこれは大したものじゃない。儒家の王継承に人の心を惑わせる力はない。あなたが手に入れた処方箋については何人か信頼できる端子が長楽天に駐在してるから、詳しいことは彼らのところに行って相談して。薬王秘伝が私たちの潜入行動に気づ、処方箋の詳細が分かったらいつでも私のところに来てね。何の用？新作譜？怖い上に全く理解できない。これは丹市長の丹数様に聞いた方が。彼女は盲目の転結者なのに、それに人助けが好きで、よく貧しい人に無料で食う。彼女なら新作譜を助け、丹数様は今若木邸にいるから。お待ちしておりました。あなた様の匂いは分かりやすいので、一つの感覚、他の端子から聞いたのですが、私に見せたいしょ。ありがとうございます。うん、確かに奇妙な処方箋ですね。大体の薬理は理解できました。ただ
具体的な薬理についてはさら本当に寿命髄を使って検証する連絡先を交換しましょう。直せる？なんだろう、画像だけって映画でよくある誘拐犯の合図みたい。冗談はそのくらいにして。待ってるうちに首が長くなっちゃう。大牧師でも何か問題が起きたんだろ。静寂、俺たちとパイなんかやってていいのか。平気平気、たとえ大牧師の血が割れたとしても大牧様が何とかしてくれるよ。あの小さな体で何でもやっちゃうんだから、うちの大牧様は。そもそも私は遊びに来たわけじゃなくて、あの方から命じられたの。ここで来たる客人を迎えなさいって。だから貴重な時間を無駄にしないようにサボりと仕事を両立してるんだよ。写真を見る限りだとここみたいだけど、ってここってパイソン？こんなところでトラブルがあったの？このパイがトラブルなの。どうも、品位あふれるお三方、あなたたちが例の貴賓だね。ごめんごめん、私もちゃんと待ってようと思ったんだけど。お、ほら、ポン。でもあの辺は地甲子がうじゃうじゃいてうるさくてさ。ちぃ、あんな騒がしい場所で待ち合わせなんて。私の番？カン。面白みがないでしょ。だからこの機会に長楽店を案内しようと思ったの。ついでに先週の遊び庭園美玉パイも体験してみたらどうかなって。待って、今度こそ。ほら、ふぅ、我が願いは満たされたり、もう心残りはない。それじゃあ早速出発しよっか。ずいぶんと待たせちゃったみたいで本当にごめんね。いや、それほど待ったわけではない。お嬢さんが気合を入れて遊んでいる姿を見ていたら、その庭園美玉パイとやらについて知りたくなった。根気があって優しいだけじゃなくて見る目もあるなんて。興味があるなら私が庭園美玉パイについて教えてあげる。あ、見て、あれって。あれは剣木と呼ばれる古樹です。かつてはラフが誇る至宝でした。天白氏の人も歴史に精通してるの？すごいね、今の世代なんてあれの由来さえわからないのに。
あの剣木は古の時代、泉州が天涯をかける時に残した遺産だと言われてるんだよ。ここからだと枯れ木の半分が見えるでしょ。でも上国無可録によれば、前世紀の大きさは天に至り星をかけるほどだったんだって。それってつまり、空に至るほど高く枝に星がなっているようだったということだ。え、そんなに大きかったの？列車と同じ、いや宇宙ステーションヘルタと同じくらいかも。それも違うか。星がなるぐらいなら泉州よりも大きかったりして。ただの比喩だよ比喩。物語を現実につなぎ合わせようとしないの。まあ結局は伝説に過ぎないんだけどね。私は通勤するときに毎日この景色を見てるから、もう見飽きちゃったし。ほら早く行こう。レンジフードの掃除から精査の修理まで。もう少しだからしっかりついてきてね。先に言っておくけど、中に入ったら好き勝手に振る舞うのはやめてね。大木様は規則を守らなかったり、あれこれ聞いたりする人が大嫌いなの。自分が招いた客人だとしてもきっと怒られちゃうから。審問を傍聴するだけだ。終わったらすぐに離れる。おやすみ。殴ったね。
共に散れ、スターレイファントム。見事な手術だったわね。薬品はいくらあっても足りないわ。
かしいな。もしかして壊れてるんじゃない？鍵がかかってたことなんてないのに、鍵を持っていけっていう人もいなかったし。おーい、いくらまずい飲食店でも客を門前払いしたりしないよ。本当に大牧師の人なの？それはないよ。もう書庫の管理に降格されてるもん。これ以上の措置なんて取られないと思う。慌てなくて大丈夫だよ。大牧師の門はこれだけじゃない。緊急事用の門を知ってるの。ほら、ここだよ。性格やら寝食やらで面倒なことに。ダメだ、この門も開かない。あんまり大木様を待たせるとまた頼りない静寂がやらかしたって思う。案内人がこれだもん。やっぱり大木は怒ってるんだよ。君さえ構わないのなら俺が試してみてもいいだろう。え、それはちょっとなんてね。今のは冗談。全然ダメじゃないよ。それじゃ楊先生に教えてあげる。すごいね。先週人でもないのに本当に門を開けちゃった。大牧師キママ派総帥の称号を譲っちゃおう。驚いた？うちは全然。みんな構えるんだ。変わり映えしないシチュエーション、次はもっと工夫したよね。しつこい。チャンスだよ。リュウ。鬱陶しいわね。逃がさない。うちの出番。たまには真面目にうちのとっておきを食らえ。おやすみ。私が怖いの？え、いや、あの世に送ってやる。はぁ、はぁ、楽にしてあげる。蝶と共に散れ、スターレイファントム。見事な手術だったわね。足を引っ張ってないでしょ。どれどれ、キラキラなものはないかな。
おやすみ。逃がさない。はぁ、はっ、蝶と共に散れ、スターレイファントム。共に散れ、スターレイファントム。いや、次、うちのとっておきを食らえ。炎の槍を断ち切れ。おやすみ。すまないが、今は大木様の命により運気軍が市内の安全を確認している。この先は立ち入り禁止だ。知ってるの？いいえ、静寂のことよ。今は勤務時間内だから会えるとは思わなくて。ちょっと濡れ衣を着せるのはやめてよ。私は真面目に仕事してるんだから。ほら、こうやって大切な客人たちを大木様のところに案内してるでしょ。あら珍しい。今度こそうちらのことだよね。ええ、あの物静かな方がよそ者を招き入れるなんて。大木様に会いたいなら旧館の陣に行くといいわ。大木様は旧館の陣の人手不足を心配なさっているの。市内に駐在している運気軍は邪水の排除で忙しいようだし、いつになったら進展するのかしら。目の前にあるのが私たち大木氏が誇る大型玉鳥演算装置、旧館の陣だよ。ここに来るまでの間、ことあるごとに玉鳥という言葉を耳にしたが、一体どういうものなんだ？玉鳥はね、玉鳥かな。いい質問なんだけど、すぐには答えられそうにない。ちょっと待って。清水衆、本には玉に門を掘り万事を占うって書いてあった。印鑑を掘るみたいに構造士の職人たちは玉の結晶格子に何億何兆っていう呪符を刻み込んで、それをいろいろな装置に入れて設定した糸で運行させるの。小さい玉鳥は腕輪にはめられるサイズだけど、大きい玉鳥は陣に入れて変数を推測したり未来を占ったりすることもできるんだよ。旧館の陣がまさにそれで、天理の変化でも浮世の変化でも十分な情報さえあれば何でも答えられるんだ。中の呪符と原理は変地天空のヌースに由来してるんだって。すごく奥が深いものだから、大木氏で完全に把握できてるのは大木様だけだろうね。そうみたい。でも玉鳥の方が響きがいいかも。それに普通のコンピュータにはそんな大層な由来はないでしょ。ヌースに関わりがあるなんて。ミス・ヘルタの宇宙ステーションにもヌースに関連するものはなかったと思うよ。
とにかく運行さえできれば玉鳥だろうがコンピューターだろうが名前はどうだっていいの。そう、今日の案内人が静寂でも白寂でもどうだっていいのと同じようにね。もうすぐ陣の中心だよ。大木様はそこで私たちを待ってるはず。限界三宝の読み取り完了。玉鳥に入力して運行を開始。木山推奨。歌唱は鳴った。道引きの幅は拓田の間にあり、三宝は間違いないはずなのに、一体何が妨害しているんだろう。フゲン殿、進捗は？はあ、道引きは剣、真のマニュアル、行に差異あり、理はなし。フゲン殿、わかりやすく。大惨事が訪れる。これが今日の大木氏の運勢です。旧館の陣が止まるだけでなく、呪符が陰気に染まり、市内には性格による邪水までが降りかかる。運気軍は民の保護に奔走しておりますので、陣を復元したくとも避ける兵力がありません。そんな中、将軍に性格ハンターまで押し付けられたとなれば、大惨事と言っても過言ではないでしょう。私の前にいるのは先見の明あり、方眼に漏れなしと称えられるフゲン殿だ。基地を追い京を避けるのは君のお箱じゃないか。公言は結構です。運勢、それすなわち天理なれば、小賢しい真似で避けることはできません。大牧師は
目の前の吉と凶を示し、正しい選択をするために最善を尽くすのみ。形勢を一変させるような力はありませんよ。だから普賢殿が必要だと言っているんだ。未来を観測できる性格ハンターを相手にするなら、先見の明がある君ほどふさわしい人はいない。人手については心配しなくとも、すでに準備してある。ほら、ちょうど来たんじゃないか。大木様、ご命令は受けておりませんが、客人たちを連れてまいりました。人を使うという点に関しては将軍にかないませんね。隙さえあれば針を刺すのですもの。せっかく来てくれたんだ、それを生かさない手はないだろう。私の許可なく旧館の陣に足を踏み入れるのは規則違反なのだけど、そんなことを言ったら人の心がないと思われてしまうかしら。お前たちと再会できたこと嬉しく思うわ。静寂って子は普段は頼りないのに、ここぞという時は力を発揮するのね。確かにお前たちになら安心して頼める。ふっ、私は誰かと違って大牧師の人間でもないお前たちを勝手に差し使わすわけにはいかないでしょ。社交辞令はやめよう。将軍の話なら聞いたし、何でも任せてくれていいから。では無駄話はここまでにしましょう。今の大牧師は人手不足だから、お前たちには旧館の陣の元井を再起動する作業を手伝ってほしいの。ついでに性格の邪水の排除もね。私が構わないと言ったら構わないわ。静寂を同行させるから元井の再起動は彼女に任せればいい。邪水の排除については、古本自分で占ってみたんだけど、うちら三人とも多忙の運命だってさ。何？魔法の言葉って。それなら簡単だよ。シンプルだけど大事な言葉、つまりお願い。お願いよ。引き受けてあげる。静寂、この件はお前に一任する。それからさっき聞いたことは全て忘れなさい。恩をあだで返すなんて、ご褒美がもらえると思ったのに、また仕事が増えちゃった。大木様があなたたちを陣の元井まで案内しろってさ、どれだけ苦労して書庫に移動したと思ってるの。サボるのにぴったりな場所なんてもうないって。全部パーだよ。私の気ままな大牧師キャリアが全部パー。しくじったら大牧師から追い出されるかもしれないし、うまくいったところで今後たくさん仕事を押し付けられるだろうし、こんなことになるって知ってたら、あそこでパイを続けていればよかったな。列車の諸君、久しぶりだね。まずは礼を言わせてくれ。諸君のおかげでラフは無事カフカを捕らえることができた。カンパニーは性格ハンターに大金をかけているが、異なる運命を歩んでいる以上、競い合うも何もないが、同盟の死は
不死の忌み物を遵守することにあり、カンパニーは自分たちの尊号を実現することに専念している。協力はできても仲間にはなれないさ。ただカンパニーの指名手配犯を選手が捕らえられたことは個人的にとても愉快だと思っているよ。けれど今のところカフカが口を割る様子はない。性格ハンターの意図を明かすにはやはり大牧師の力が必要だ。その意図を明かす方法とは、旧館の陣でカフカを審問する。その通り。大牧師の秘宝たる旧館の陣本来だが、性格ハンターの秘密を解き明かすためならたとえ条理に背くことになっても、旧館の陣が運行できるか否か、それが事の行く末を決める。だから諸君にも協力を頼みたい。足を引っ張ってないでしょ。Thank you.
ちのとっておきを食らえ。逃がさない。おやすみ。蝶と共に散れ、スターレイファントム。殴ったね。蝶と共に散れ、スターレイファントム。炎の槍を断ち切れ。おやすみ。ほんの気持ちよ、気にしないで。うちのとっておきを食らえ。ふんふん、はっ、いや、次、蝶と共に散れ、スターレイファントム。平気よ。殴ったね。この剣はお前に一任する。それからさっき、you
れどれ、キラキラなものはないかな。来なさい。見事な手術だったわね。共に散れ、スターレイファントム。
はぁ、はっ、やっ、蝶と共に散れ、スターレイファントム。見事な。来なさい。やっ、はっ、はっ、はっ、殴ったね、はっ、ポン、おやすみ。やっ、はっ、はっ、蝶と共に散れ、スターレイファントム。奴らを倒すには準備が必要ね。サンゴの意志よ。めんどくさい。やっ。リュウ。間に合ったよね。ほんの気持ちよ。気にしないで。ありがとう。火を燃やせ。平気よ。槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。体力無用。殴ったね。はっ、
悪い子ね。おやすみ。ランス、戦闘準備。たまには真面目にうちのとっておきを食らえ。しつこい。はぁ、はっ。間にほんの気持ちよ。気にしないで。ありがとう。楽にしてあげる。蝶と共に散れ。スターレイファントム。あの世に送ってやる。いい？やっ！し、いや！私が守る。うん？槍先に火を、炎の槍を、断ち切れ！送ってやる。はっ。ついてないね。ビュン。殴ったね。いや。おやすみ。いい。やっ。ダンス。楽にしてあげる。蝶と共に散れ。スターレイファントム。私が守る。さあ。敵を終わらせ。体力無能。はあ、はっ。ダンス、戦闘準備。うん。うちの出番。鬱陶しいわね。たまには真面目にうちのとっておきを食らえ。いい？やっ！逃がさない。殴ったね。おやすみ。間にほんの気持ちよ。気にしないで。ありがとう。しつこい。次。リュウ。逃がさない。槍先に火を、炎の槍を、断ち切れ。殴ったね。鬱陶しいわね。お注射の時間よ。ポン。控え執行中。続けよ。たまには真面目にうちのとっておきを食らえ。私が守る。さあ。しつこい。おやすみ。リュウ。鬱陶しいわね。いい？やっ。楽にしてあげる。蝶と共に散れ。スターレイファントム。ほら、ここが中宮の陣だよ。中宮を見渡す、つまり天地古今を見るって意味で、この元井は時間に関する情報を調べるのに使われてるんだって。
これでよしと。え、符を合わせただけで終わりなの？知らないの？複雑なものほど操作が簡単だったりするんだよ。これならあんたたちの大木様でもできるじゃん。もしかしたら彼女も私みたいにさ。気持ちよ、気にしないで。いっ、いっ、はぁ、はっ、いっ、その程度、炎の槍を断ち切れ。おやすみ。いっ、いっ、いっ、蝶と共に散れ、スタールインファントム。うちのとっておきをくらえ。お薬の時間よ。逃がさない。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。そういうことだったのね。いい感じ。緊張しなくても大丈夫だよ。泉州に妖怪なんていないから。あれは金人って言って、あそこでしゃがんでるけど、まるで近寄ったら首をはね。私たちは大木様の命令で来たんだから大丈夫だよ。成功禁止。三月の嬢ちゃん、ひょうたんから駒が出たね。めんどくさいやつ。はぁ、はぁ、ランス、戦闘準備。ふん、ついてないね。お注射の時間よ。武器を下ろせ。いや、鬱陶しいわね。いい、いや、体力無能。楽にしてあげる。蝶と共に散れ、スタールインファントム。あの世に送ってやる。はぁ、はな
殴ったね。私が守る。うちの出番。しつこい。あの世に送ってやる。槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。逃がさない。おやすみ。ほんの気持ちよ、気にしないで。ありがとう。鬱陶しいわね。はぁ、はっ、ついてないね。楽にしてあげる。蝶と共に散れ、スターレイファントム。うちの出番。殴ったね。たまには真面目にうちのとっておきを食らえ。あ、悪い子ね。やっ。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。ここは快感の陣。確か空間についての情報を扱ってるんだったかな。よし、終わり。次に行こう。ここは行政の陣って呼ばれていて、物事の因果を整理するところだよ。なんとか3つの元井を起動できたね。中心に戻って大木様に報告しよう。ご苦労様。陣の呪符が全て灯されているのを感じる。ではこれよりカフカの審問を始めましょう。陣の中心にいると多少の衝撃を受けるかもしれないけど、準備はいい？あら、こんなに大げさな儀式が必要なの？言うことを聞くって言ったのに。言霊で人の心を惑わす魔女の言うことなど聞きたくないわ。何を言っても構わない。ただ私が信じるのは、旧館の陣が占った結果だけ。大牧師にはお前から真実を掘り起こす方法がある。言葉よりもはるかに強力な方法がね。そう、なら大木様、私の運命を存分に見届けてちょうだいね。
お前、そんな、そんなことのために。どう、私の真相は気に入った？ありえない。でも急患の陣に間違いはない。カフカは性格と無関係。お前たち、まさかお前たちが。バカバカしい。こんなことが。自分で彼女に聞いてみなさい。時間なら好きなだけあげるから。この件、すぐに将軍に報告しなければ。私は先に失礼させてもらう。聞いてみたらどうだ。カフカにはいろいろと聞きたいことがあるだろう。カフカに聞きたいことがあるのなら、今が絶好のチャンスだ。あ、行ってくるといい。カフカが君に対してどう答えるか。行くなら一人で行って。うちはあの女と話したくない。また大人のお姉さんに騙されないように気をつけなよ。そうそう。ん？な、どういう意味？はーい、何も変わってないのね。ごめんなさい、こんな情けない姿を見せてしまって。ええ、いいわ。君がそう言うなら他人のように振る舞ってあげる。列車で君と話さなかったのはこうなることを想定していたからよ。だから全て取っておくことにしたの。私に聞きたいことがあるんでしょ。エリオは君が3つの質問をすると予言した。でもそれらに本質的な違いはないとも言っていたわ。だから君が3つの質問のうち1つを口にしたら、今回の目的の一部始終を教えてあげるつもりだったの。つまり全ての物事は彼の予言通りに進んでいる。どう？私の答えを聞く準備はいい？泉州で起きた性格の災いは私たちと直接的な関わりはない。でもエリオの立場を考えると性格ハンターに罪がないとも言えないわ。私たちは予言のことを知っていながら見て見ぬふりをしていた。そして絶好のタイミングで身を投じたの。大木があんなに驚いていたのは三つの事実を見たからよ。一つ目、性格ハンターは泉州の敵じゃない。これは君も知っていたことだけど信じなかった。二つ目、泉州に性格を持ち込んだ人物は他にいる。うちにも外にも問題を抱えているなんてかわいそうに。ラフ内部の裏切り者と外部の敵が手を組んで泉州を滅ぼそうとしているの。だから大木も慌てて将軍に報告しに行ったんでしょうね。でも大木が知っているのはこれだけ。何しろエリオは私に肝心なことは教えてくれなかったから。
彼は大牧師が私に対して旧館の陣を使うと予言した。事故を防ぐために今の私は先週同盟が知るべきことしか知らないの。そして三つ目は先週同盟が夢にも思っていない事実。もし性格ハンターが黒幕じゃないのだとしたら、なぜ私とジンがここに現れたと思う？君たちのためよ。不条理だと思うでしょ？大木が信じないのも無理はないわ。でも旧館のジンは嘘をつかない。だから面白い答えが出たの。性格ハンターがここに現れたのも、ジンが捕らえられたのも、私がここに連れてこられたのも、すべては君たちを、請求列車を泉州に誘導するためなのよ。請求列車がラフにやってくる。そしてラフで大事をなす。エリオが選択した未来で遵守の力は欠かせないものだから。そのために君たちには同盟と接触してもらう必要がある。だから君たちをここへおびき寄せたの。ラフの将軍とつながり、性格の災いを解決して同盟に貸しを作る。そうすれば将来最も大事な時に泉州が君の力になってくれるはずよ。どう？驚いた？悪名高い性格ハンターが君を泉州の英雄にするためだけにこれだけのことをしたのよ。言ったでしょ、エリオは肝心なことは教えてくれなかったって。未来の可能性は無限にある。物事を知るタイミングを間違えれば今までの私たちの努力が水の泡になってしまうわ。でも未来について一つだけ教えてあげる。最高と最悪の未来で君たちは壊滅のナヌークと対峙することになる。その時になったらあらゆる助けが必要になるでしょうね。あれは君も私も請求列車も到達できない域の存在よ。多くの未来ではその瞬間に運命が終わりを迎える。でもエリオの脚本に従えば希望はあるわ。知ってる？たとえ星の神だろうと殺すことはできるのよ。ねえラセツ、繁殖のタイズルスについてもっと教えて。すっごく面白かった。不思議だね、アイオーンも死ぬの？無敵じゃないんだ。絶対的な無敵も永遠の不朽もこの世には存在しない。ただ凡人たちの目線で見たものを誇張しただけさ。でも繁殖の死は確かに凡人の理解の範疇を超えている。あれは他のアイオーンにやられたからね。理解できないな。アイオン同士でしょ？なんで殺し合うの？お嬢さんは本当に先週人なのかい？他のアイオンはともあれ、ランと薬師の話は知っているだろう？同盟の宿願といえば、薬師を滅ぼすことじゃないか。もちろん知ってるよ。少しだけだけど。いつも母さんに剣の練習ばっかりさせられてきたからあんまり学校に行ってなくて。なら話題を変えよう。遵守と法上の因縁を知らないのならいろいろと説明が長くなる。
わかったよ。じゃあその大きい箱の中に入ってるものを教えて。この白い箱のことが気になるのかい？これは霊柩というものだ。死者を納める箱で、一般的には棺と呼ばれている。死者？行商人じゃなかったの？これも行商人の仕事なんだ。この棺を泉州に運ぶよう頼まれてね。千年も生きる種族にとって死は遠すぎる言葉かもしれないが。そんなことないよ。戦場に出たら戦死は日常茶飯事だから。でも私たちには箱、いや棺に遺体を入れる習慣はないね。同胞が死んだら戦州人は死者の名前と玉鳥を獣王氏の因果殿に祀るんだ。それに古族や寿命族にもそれぞれの儀式がある。昔古族の戦士が死んだ仲間を星座に収めて星々に送り出すのを見たよ。彼らはそれを星宮行きと呼んでいた。ちなみに寿命族は神秘的だから噂話になるけど、長く生きすぎる、もしくは傷を負って瀕死になると真珠のような卵の姿になるって聞いたよ。それから幼児の姿で殻を破って生まれ直すんだって。母さんは寿命族を竜の血族って呼んでる。子供の頃は母さんの話を聞いて寿命族はみんな竜に変化できると思ってたんだけど、本当かどうかは。ああ、無口な炭鉱先生がついに喋った。お前の母親の言う通り、寿命は竜の血族、つまりアイオーン、不朽の末裔だ。だから竜に変化できる者もいるが、誰もが持つ資質ではない。貴重な力ゆえに、複雑な儀式と試練を乗り越えた者のみ受け継ぐことができるんだが、継承者にとって幸いだとはとても言えない。僕も不朽の竜とその末裔の物語を聞いたことがある。どの物語でも朽ちることのない命を歌っていたんだが、突然竜は消えた。まるで存在していなかったかのように、その末裔だけを残して。天命はいずれ尽き、定められた結末を迎える。たとえアイオーンでも不朽を名乗ることはなく、その結末にたどり着くだろう。余計なことを聞くんだけど、棺の中の人を知ってるの？ああ、友達？いや。じゃあ恋人？何を考えてるんだい。この中にいるのは僕とは無関係の人さ。ただ一度だけ面識があったけどね。そして偶然にも頼まれてここまでやってきたんだ。さあ存分に休憩を取っただろう。おしゃべりはここまでにしようじゃないか。
さわぎ控えてみよう大丈夫、問題はない。わっ厄介を避け控えてみよう逃げよは大丈夫、問題はない。亡者再臨魔音の実だ。誰かが怪我してる。待て、下手に動くな。三人で一気に行こう。即戦即決で奴らをやっつけて、あの子を救うの。お嬢さんに任せていいんじゃなかったのかい？人数が増えればその分強くなるでしょ。お願い、終わったら勇敢な市民賞を送るから。世間話をしている暇はない。行くぞ。争いに意味はない。た同天元家勝務一角。うん、やばくない？やっ許せない。た天使を授けん。書いてみよう。ほう、逃げよ。亡者再臨。見ればわかるはずですが。あ、ごめん、血が出てないみたいだから平気だろうとは思ったんだけど、からくり傀儡だったのか。運動用の長が壊れて動けません。あなたは運気軍の。よかった、すぐに私を地甲子に運んでください。無口くん、羅刹、ごめん、また寄り道する羽目になりそう。この子は獣王子の傀儡判官で、運気軍の私は彼女の命令に従うしかないの。本当にごめん、私について来いって言うんじゃなかった？あんたたちだけならもうとっくについていたかもね。僕は医術を少しかじってるんだ。よかったら少し見てみよう。あんたには分かりにくかったね。この子は傀儡なんだ。だから地甲子まで送っていかないといけなくて。大丈夫だよ、お嬢さん、僕に任せてくれ。痛くはないはずだが、奇妙な感覚、凝ったりしびれたりするような感覚がするはずだ。我慢して動かないように気をつけてくれ。無駄です、この身はからくり、肉体ではあり。からくりでも肉体でも形あるものに過ぎない。お嬢さんさえよければ僕が癒そう。不思議です。どうやって？医術って範疇を超えてるよね。北条のよかった、地甲子に帰らずに済みました。任務を続行します。獣王子の律令により判官は外の者と縁を結んではなりません。
ですが、助けてもらったお礼に一言だけ忠告を。即座にここを離れてください。私がここにいるのは重罪人である性格ハンターを捕らえるため。非凡な腕と兵器を持った極めて危険な対象です。異変に遭遇していなかったら私の寿命はもう終わっていたでしょう。異変？ついてきてください。このような光景は初めてです。知ってる？たとえ星の神だろうと殺すことはできるのよ。そう、人間では不可能だから人の手で星の神を殺すとは言ってないでしょ。不朽の竜、準備のイドリラ、秩序のエナ、繁殖のタイズルス、そして開拓のアキビリ、どれもかつては星の海を揺らした名前よ。でも今はいなくなって主なき運命だけが残ってる。今現在人々に知られているアイオーンを殺す方法は三つあるわ。その一、概念が被る運命は互いに衝突する。広大な運命の方が狭い方を飲み込むの。秩序のエナはそうやって調和のシペに飲み込まれ同化した。その二、アイオーン同士の戦い、強い方が弱い方を消滅させるの。繁殖のタイズルスはそれで死んだわ。そして先週同盟も遵守の導きのもと宇宙を渡って豊穣の忌み物を借り、その目的を果たそうとしている。私が知ってる物語はこうよ。同盟はもともと薬師を探し賜物を求める薬乞いだった。彼らはアイオーンに謁見でき、死を癒せる賜物剣木を手にした。けどすぐさま彼らは気づいた。自分たちが不死の呪いに汚染されたと。そして遵守が現れ、一死で剣木を射抜き分かつ。その後宇宙から不死の呪いを排除するため、同盟は薬師の後を追い始めた。どうかしら、スリル満点の話だったでしょ。聖堂を歩く人間からは永遠に聞けない話よ。待って、そろそろ時間だわ。始まったわね。行くわよ、ジンちゃん。残りの2カ所に向かわなきゃ。カフカが逃げた？まずい、大木に何て言えばいいんだろう。カフカが私に本当のことを言ったのなら、大木の方は大丈夫なはず。あんた、あの女に洗脳されてるの？Thank you.
あれって静寂が見せてくれた半分になった枯れ木でしょ。急に成長してるけどおかしいよね。素晴らしい、実に素晴らしい。なんという幸運、たとえ長命種であっても一生見られないような光景です。この異様なエネルギーは性格だ。ってことは性格の力で剣木が生命力を得た。ああ、この異常現象の元凶は運気軍が探している性格だろう。Oh.
あ、自分の意志で結末にたどり着いてみせる。新たな
ていろ。はっ。しつこい。おやすみ。殴ったね。炎の槍を断ち切れ。うちのとっておきを食らえ。ポン。この程度。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。してあげる。蝶と共に散れ、スタールインファントム。はぁ、はっ、はっ、私が守る。ふん。おやすみ。逃がさない。炎の槍を断ち切れ。やっ！はぁ？はっ！殴ったね！さぁ！うちのとっておきを食らえ！やっ！蝶と共に散れ！スタールインファントム！休館の陣を騙したのかしら。慌てるな、フゲンドロ。休館の陣は嘘をつかない。フゲンドロが見たカフカの論理に違和感はなかった。我々はまた行って
駒を進められたと言えよう。ラフに外敵がいるのは承知の上だ。性格が突如現れたのもきっと誰かが持ち込んだに違いない。そして内なる敵は北条の民と自称する組織薬王秘伝の他にないだろう。カフカの真実は私の憂いを証明した。お前将軍はいつ気づかれたのですか？初めて性格が姿を現した時だろうか。先週は定休の指名より加護を受けている。他のアイオーンの指令でなければ私の目をごまかしラフに潜り込むことはできないだろう。だから外敵と考えたんだ。性格は少々蝕んでいくが、幼稚たる新作府と優秀国だけは妙に避けていた。明らかに別の意図があるからだろう。これだけの計画を練られるんだ。ラフの内務に詳しい裏切り者の存在を疑わざるを得なくなる。まあ簡単な推理に過ぎないよ。奴を見て分かったんだ。性格ハンターが糸を引いているわけではないと。ならば奴はどうしてここに来た？請求列車をおびき寄せた理由は？私はこの謎だけは解けないままでいた。だがこうして普賢殿が解いてくれるとは性格ハンターか。確かに面白い連中だな。あんなに手間をかけた理由が泉州と列車に縁を結ばせるためだったとは。将軍、もうのんびりしている暇はありません。剣木が探す手間が省けたよ。あれが性格だ。裏切り者があれを剣木に投げ込み蘇らせた薬王秘伝もついに我慢の限界に達したか。危機は転機にもなります。問題の所在さえつかめたら全ては簡単なこと。で、また私に策を練れと？ああ、普賢殿ならきっと良策を思いつくだろう。私の意見はこうです。すぐに運気軍を集めて剣木のある同点に向かわせ、性格の邪水を払い再生の勢いを止める。ふむふむ、砲丸を持つ普賢殿の意見だ。問題を解決する一番の近道に違いない。だが近道がいつも最適解とは限らない。普賢殿は私が性格の在りかを知りながらも兵を動かさなかった理由は何だと思う？将軍。ん？将軍も悪いお人ですね。きちんと根絶やしにしなければならないからね。あと少しだ。薬王秘伝が今動いたという事実は、場を収めた運気軍を見て奴らが焦り出したことを証明している。この機に一網打尽にしなければ。座ったまま待つというのですか？万が一何かあったらどう責任を取るおつもりで？まったく、普賢殿、私の騎兵を忘れたのかい？性格ハンターが故意に列車と泉州を結びつけたなら日照りに雨だ。その行為に甘えようじゃないか。だろうね。将軍ってば微笑むたびにうちらをパシるんだから。私が間違っていたわ。将軍に余計な期待を持つなんて。いい加減にしてください。どれだけこの騎兵をこき使えば気が済むんですか？まさかこのラフに他に使える人材はないというのですか？なんです、
じっとこちらを見て。それとお忘れなく、剣木のありかは非中の非、泉州の民以外に接触させるのは規則に反するか。なら私からも普賢殿に一言忠告しよう。規則は泉州があってこそ成立するものだ。危機が迫った時、規則が有用であれば従うが、無用であれば捨てざるを得ない。だから私はとある規則に反する決定をしようと思う。とあるというには数が多すぎるかもしれないが、考えただけで清々しくなるよ。普賢殿、この兵符を君に渡そう。雲気軍の指揮は任せた。剣木の近くにある探偵士で策を打ってくれ。私が兵をですか？ずっと将軍になってみたかったのだろう。いつも嫌がってたくせに、どうして？わかりましたわ。将軍の命に従うとしましょう。そして列車の諸君、これより正式に正確封じの策に加わってほしい。雲気軍の方は普賢殿が手配するはずだ。でもその前に、諸君は構造士の近道を通り普賢殿と再度合流してほしい。ああ、わかるわかるとも。君の目には私は恩知らずに映るのだろうか。泉州の激変を耐え、離れず手を差し伸べてくれたこと、心から感謝しよう。だがこのような窮地でもし私が駆け引きをしようとしたら、きっと諸君は失望するだろう。ラフも恥をかくことになる。だから全てが収まってから、その時に報酬の話をしよう。そうだ、客人の道案内はやはり帝雲殿に頼みたいと思っている。はい、喜んで務めさせていただきます。探偵士、林縁橋は剣木の封印場所に一番近い同点だ。すまないが、そこへと向かい調査をしてくれないか。剣木とは北条の愛翁、薬師がラフに残したもの。意のままに命を掘る、死さえ征服できる神の技だ。ラフの民の祖先たちは剣木の実を食べたために無人刑事の身になり、長命種へと生まれ変わったのだ。なんだかものすごいものみたいに聞こえるね。ああ、だが全ての災難はそこから始まった。客たる諸君が泉州の歴史に明るくないのも当然。私がある昔話を教えよう。泉州が天空に昇る前、私たちの祖先がまだ大地に住んでいた頃の話だ。当時の泉州人は諸君と同じく100年ほどしか生きられない短命種だった。だが国を統めていた皇帝は潤えた。命は露のごとく、自分の築いたものもいずれ誰かにさらわれてしまう。不老長生を手に入れられれば、そう考えた皇帝は力の限りを尽くして9艘の宇宙船を作り、不死の戦略を探すため広い星の海へと旅立つよう命じた。成功したの？したとも、していないとも言えよう。9艘の宇宙船は苦難の末にアイオン、薬師から摩訶不思議な力を得た。だがその代わりに道を見失った艦隊は二度と故郷に帰ることができなくなってしまった。
それはそれでいいんじゃない？本当に苦労したのは先週の方でしょ。報われて当然だよ。報われた？私たちの祖先もそう思っていただろうね。不死の神業に目をくらまされて、ラフを見てみるといい。夢のような不老調整の後に続くのは人口の急激な増加と資源の欠乏。生きる希望を奪い合い、人々は次から次へと野獣と化す。無数の代価を支払ってからようやくラフの人々は理解したのだ。長命は賜物などではなく、過酷な試練の始まりなのだと。しかも試練はそれだけではなかった。不死を得てすぐ同様に薬師の恩恵を浴びた豊穣の民が神の技を奪うため泉州を侵略し始めた。幾度も幾度も大地が血に染まるほど、たとえ運よく戦火をくぐり抜け生き延びたとしても魔恩の実という長命の病からは逃れられない。帝宮の使命より啓示と庇護を受けていなかったら、泉州同盟はすでに滅んでいただろう。さて、昔話はここまでにしよう。これで諸君も剣木の蘇りが何を意味するのか分かったはず。帝宮の使命が剣木を割ってから、あれは数千年もの間枯れた状態を保ってきた。古書や歴史に詳しいものを除けば、大半の先州人はあれをただの枯れ木としか思っていない。先人たちはそんな風に思わせるためにわざとあれを人の目が届く場所に置いたんだ。だが実際は秘術がかけられていて、剣木に向かいまっすぐ進んでもたどり着けないようになっている。しかし性格を泉州に持ち込み、剣木の根に投げ込んだ者がいた。外の力を使い剣木をよみがえらせ、何らかの目的を果たそうとしている。私は性格を持ち込んだ者と性格を覚醒させた者が同じ目的で動いているとは思わない。普賢殿には大牧師の近道を開けておくように私から伝えてある。そこを通るといい。びっくりしたよ。書庫に隠れておやつを食べてたら急に剣木の枝が天をつくほど伸びたから、本に書いてあったのと全く同じだったね。人生は驚きばっかりだから、サボれる時にちゃんとサボらないと。いつ厄介なことが襲いかかってくるかわからないからね。平気だって。空が崩れても大木様がいるからね。あと将軍様も何とかしてくれるよ。小物が慌てても仕方ないし、こういう時は上を信じて任すのみ。私たちは心身の健康を最優先するべきだよ。任されたよ。書庫で剣木についての資料を探して調べろって命じられたんだ。これぐらいちゃちゃっとやっちゃえるから心配ないよ。まあそれはさておき、聞いたんだけど将軍様でさえあなたたちには丁重に接してるんだって。すごいね。そうだね。はい、これ大したものじゃないけど、この本をあげる。退勤したらあなたたちを連れて町に出て妖先生にパイを教えようと思ってたのにな。お嬢さんの好意はありがたくいただこう。だがまた今度教えてくれ。わかってる。重要な任務を任されたんだよね。邪魔をするつもりはないよ。優先順位ぐらい知ってるもの。だから無事に戻ってきてね。私長楽天で待ってるから。
大牧師の牧者は普通に話せないのかな。人が罪を犯す確率を大牧師で占えたらいいのに。大牧師の件が終わったら接待から解放されるかと思ったのですが、将軍様がこれほど皆様を慮るとは。案内役を続けるしかありませんね。またご冗談を。私は10年間ほど商団と共に旅をしてまいりましたが、恩人様に同行して遭遇した面倒事の方が多いのですよ。ただただこの先の道のりが無事であることを祈るばかりです。ちゃんと守ってくださいね。分かっております。ラフに危機が迫った今、六氏の者は力を合わせるべきだと。ああ、恩人様が龍雲渡しで私をお救いくださったことへの恩返しと思いましょう。将軍様は泉州に裏切り者がいるとおっしゃいました。性格を泉州に運び入れ、観察を避けて剣木に植え付けることができる人物、六氏の者としか思えません。私は何も言っておりません。疑念を抱いたまでです。出発ですね。わかりました。支度してすぐお供しますわ。一礼一礼一礼なるもの、道を運行せよ。